はい、どうも皆さん、こんにちは。ムーポンです。今日も、灯火の日、灯火の星、やっていきましょう。で、まずは宝箱が見えてるんで、スプリングマンを倒してしまいたいが、相手の腕攻撃がパワーアップで、ジャンプ力アップ。で、あれなんですよね。すごいそっくりのミーなのかな、もしかしたら。で、着地を狙え。まあまあまあ、普通に、とはいえ、殴り合うしか、なさそうな感じではあるので、無属性かどうしようかな、悩ましいですよねただ複数体じゃないんで、バックシールドとかはあんまり意味はなさそうなので、だとするとグラドン、いや、グラドン炎意味ないかなんで、そうですね、クラウスを使ってみましょうか。で、この辺はまあお任せかな。よし、これでいきましょう。で、ドクターマリオ。まあ言うてマリオとほぼ一緒なのかな。あー、スプリングマンやなこれはスプリングマンで、おー、ちょしっかりと空中攻撃やらでチクチクとダメージを入れられているが、ふっふっ、あー、こっちの方がちょっとダメージが不利なので巻き返していきたいが、ちょっと押されている。ガード早いね、早いね、非常に早いね。もう武器使うよ、もう拳には銃を。で、どうあー、なくなったが、ダメージは持ち返した。で、カウンター持ちなんか見って、怖いな。ちょっと待って、これあれなんですよね、そのタイプがいろいろありますけど、全部アクション違うんですよね。何パターンぐらい ?3 パターンぐらいなんかな、なんか剣と拳とあとなんかあったっけみたいな感じなんですけど、あ、そっか、銃タイプとかも確かありましたっけ。なんかその辺は確かにまあ特性違いそうやなっていう。ちょっと待ってそれ当たったら死ぬんすか全然もう自分で落とした天井に、もうぶっ潰されて飛んでしまうっていうね、どうやったらそんなボケをかますことができるんや、みたいな、ボケみたいな死に方をしてしまったんですけど、で、コンボがボコボコ、ちょっと待って、結構強くね、なんとしても宝箱は取らせないぞという、鋼の意志が感じられるが、結構あれなんですよね、リーチは、どうなんでしょう、なんか押されてんのかな、なんとも言えない射程範囲だが、あー、ファイヤーフラワーやめて普通に痛いから。で、下がって向きを変えて、ちょダメだって、ダメだって、そんなことふっいやー、もうその距離まで近づいてファイヤーフラワーってっていう感じはするんですけど、で、持ってたのか。で、ふわーっと落ちているが消える。なんか取ったぞ。ちょっと待って、回復ずるくね見えてたんか、ここの上になんかがあるっていうのが。で、おっと、それ落ちてくる。今度は引っかからないぞ。っていうか、まあさっきはちょっともうなんか引っかかるとか以前にもう何も知らずに普通にあ、落ちてきたなぐらいの感じでやり過ごしてしまったんですけど、じわじわと詰めていきたいが、リーチが長いんですよねいや、っていうかマリオのリーチが結構絶妙なのかな。まあクッパを直前まで使ってたのを考えると、やっぱどうしても短い感じには感じちゃうんですけど、まあその分動きは早いはずなんで、うまくやりくりしたいが、おお、いいぞ、吹っ飛ばし力はまあまあありますね、横スマで。ね、スペシャルが溜まったんですけど、このスペシャル何、あ、そういう系ですか、マリオと一緒か。まあ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 、無駄打ちはしてしまったが、言うてスマッシュで決めれるパーセント、いやー怖い、うわー、ちょ、あー、やられた、くっそしっかりと捕まってしまった。これは綺麗にもうボコボコにやられてしまったがなかなか、うん、やりづらい相手ではありますよね。速さもあるし、そっか、まあでも射程で言ったら多分そんな変わんないのかなっていう感じはするんですけど、やっぱ速さに対して速さで対抗するとなると、ちょっと
テクニックが要求されるんで。あっとファイヤーボール、ファイヤーボールっていうか、まあお薬を投げた隙を普通に突かれるっていう、うっ危ないで、うっいいように殴られているっていうか、早くねそれ、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、やべえやべえやべえってそれ、うっそっか、下 B もなんかあれ、なんか竜巻的なあれなんですよね。これ追い込んでる追い込んでる、こっちに飛ばしちゃえば、あー端に端にっていうか端から中央に連れて行かれて、で縦横無尽に何か拾ったぞ、ちょっと待てっていうか、そういうの見えてるのすごいよな。なんかもう人外の動きするときありますからね CP は。でそれはやばいそれはやばいそれはやばい、止まらへんぞそれは、ちょっと待って待って待って、間合いを開けてファイヤーボール、あーここでスペシャルが溜まったが、まだバーストできるパーセントではなさそうだが、あーそっちに打っちゃうか、まあまあ右に打っても、でも高さが今あって、もう一回来た。時々もう一回スペシャルが発動していったが、ただ外す外すっていうか決め手にはならない、これはもう飛び道具飛び道具。あー危な、で振ってくるがファイヤーボールで牽制、ファイヤーボールっていうか何なんでしょうねこれ、お薬でいいのかな、でフッバックシールドゲットで武器が返ってきた、でどのタイミングで、そのタイミングで上から来る、投げとく届かない、くーやばいやばいやばい、今オッケー、危ねえ。なんとかスマッシュをもうぶち込むだけみたいな。あのもう結構待ちましたね、なんとか苦戦した。まあ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 、なかなかでもえげつない動きしますね、やっぱりなんか速さがあるともうそれについていくので精一杯みたいなところであるんですけど、まあスピリッツポイントゲットで次行きましょうか。さあでこちらに何かいますね、パンサースターフォックスシリーズ、ずいぶんスマートなあのデザインの、なんかまあ明らかに敵ですみたいな顔したキャラクターがいるんですけど、彼を対処しましょうか。でウルフか、ウルフと対戦することってあんまないんですよね。まあ、そもそもスマブラ経験からして、まあ、そんなになんかめっちゃ対戦経験があるかっていうとそもそもなんですけど、でダッシュ打ちもこれなんかなんで、まあ、最初は使えるだけ使ってしまうが、投げアイテムとしても使うよ。でシールドが割れそうやったが割れない、でそれ取られちゃうと苦しい。くっそ、今もう完全に自分で仕掛けたもので爆発してしまったが、でマントが横、マントじゃねえわ。なんだあれ、風呂敷、風呂敷なんなんでしょうね、なんか医療機器なんでしょうか、なんか医療用の布。まあ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 、そういうのもね先頭に持ち込むあたり、マリオさん非常にあの融通が効くタイプのファイターやなっていう感じはするんですけど、でお花でパーセントを稼いで、もうすぐスマッシュでバーストができそうだが、よしよしよし、で結構早いなほんま、っていうか今多分あれか、速さアップかなんかが効いてんのかなっていう感じで、結構この速さに、ああ回復ちょっとされた、でこれ復帰を阻止してくる、おっと、ただこれスペシャル使われるとやばくね、ふぅ今オッケー、なんとか。これ多分先に使われてたら負けてたんじゃねっていう感じはするんですけど、なんかそこはね、とんでもね反射神経の代わりにその辺の判断力はあの優しかったりする CP 特有の動きっていう感じはしましたね。で次かな、で次が、あニーナ、パルテナでメインファイターを倒せば勝利で逃げ回るで常に回復もすると、なんでまあどん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 回復で押してくださいよっていう感じなんでしょうけど、どうしようかなこれは、足攻撃と通常必殺強化で、足は
なんかスマッシュとかで使うっけ、まあ下スマとかが足を使うのかなっていう感じで、であとは通常必殺はボールですよね。でただあれですよね、お供はまあぶっちゃけ無視してもいいと見ると、まあパルテナを優先していきたいが、ただ邪魔が入るかっていう感じなんですよね。っていうかじわじわ回復している、ちょっと待ってちょっと待って、あーじわじわ回復してる、これは厄介。うー危ない、来ないで、ちょっとガノンさん、ガノンおじさん、あっち行ってあっち行ってでパルテナがじわじわと回復するが、結構回復してる、もしかして30、あー 3% ずつとかなんか、結構回復しますね。ボールを連打して、でちょっとガノンさん、ガノンさん先します、するちょっと来ないで、あっち、はい。で、まあ、ダメージが入ってたんで、わー、それやばい、それやばい、それやばい。ボールでちょっと、距離を保つか、しかないよね。これで近づかれると、ちょっと、相手だけ回復するが、こっちはカレーで食らってしまうので、で、じわじわと108まで来た、もうちょいかな。スマッシュさえ入れば、バーストはできそうだが、すげー逃げるな。ちょっと待って、逃げる系は、基本的に、まあ基本的に攻撃は多分してこないとは思うんですけど、長期戦になると厄介なんで、なんとかね。で、ね、ニーナ獲得と、あとはもう、次のファイターが待ち構えているっていう感じかな。ですよね。この次で良かったと思うんですけど、あー、いますね。よし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 。さあ、では、お、フォックスか。フォックスはまだ、あれっすよね、なんかスピリッツボードちゃうわ、このモードだけじゃなくて通常モードでも解放してなかったっけ、初期からいうキャラはもともといるんでしたっけ、まあ使った記憶はないので、まあまあまあこれを機にフォックスを使っていければと思いますので、まずはねマリオで彼に勝つことを目的としてやっていきましょうか。でやっぱ戦場かな。で、おー、すぐ詰められている。っていうかもう普通になんかファイアボール投げたのになんかもう走り抜けてきたぞ。高さがあれなんですね。ちょっと超えていくのかな、高い時は。で、まあ、なんかどっちの タックルが炸裂したかわからんような状況になったんですけど、あれその後って復帰行動できるんですか、なんか、フォックスの横 B ってそれ使ってしまったら最後みたいな、なんかそんなイメージがあったんですけど、あー待たれてたけどなんか助かったが上、よし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 。でフォックスを画面にぶち当ててマリオさん決めポーズと。でフォックス参戦ですね、次からフォックス使っていきたいなと思いますのでよろしくお願いします。でなんか後ろにありましたよね、赤いの、なんなんでしょうこれ。まず泉があるのとハートの泉があって、なんだこれ、あ、押しちゃった、え、おー、はい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 。じゃああとは青を解放できれば、なんかそこが何なのかよくわかんないですけど通れるようになると、あと、あー、瓦礫も撤去されたんでそこが通れるようになりましたと。よし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 。では、次回フォックスでやっていきたいなと思いますので、ありがとうございました。